はい、不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。またこんな格好でね、失礼します。今日お話ししたいことは、うちの管理物件がね、一つ、私の所有物件が一つ満室になりました。購入した時はね、14部屋中、8部屋空いてました。家賃もね、3万円ちょっととね、かなり安い価格での募集でした。それをね、購入から約1年でね、14部屋中14部屋すべて満室にしました。お部屋の家賃はね、1万円程度値上げしてね、募集かけて満室になりました。それには一つ理由がありましてね、収益上がったのはすごくいいことなんですけど、すごく理由がありましてね、うちの事務所ね、今明石市に事務所を置いてるんですけど、明石のね、物件の価格が上がってます。家賃がね、だいぶ値上げしてますね。兵庫県の明石と言いますとね、特にそのタコとかね、タイとかは有名なんですけど、特にこれといってその特徴らしい特徴っていうのはあまりないと僕は思ってたんですけど、市長がね、すごく有名な市長さんがいるんですけど、その市長さんの影響か、人口は増えてますね。すごく頑張ってくれてるからいいことだとは思うんですけど、そのおかげもあってか、うちの物件は、おかげさまで満室になったと。で、部屋借りる人もたくさんいますね、今はね。景気が回復しているっていう実感はね、全然ないですけど、そういう工夫によってね、部屋が埋まるっていうことはすごくいいことだというふうに実感してますが、これからなんですね。不動産投資っていうのは満室になってからもすることがたくさんあるんですよ。むしろね、その分、満室になったからといってね、あぐらをかいてしまうと、結局また空室が増えて同じ同じ失敗を繰り返すことになりますので、今かつてないほどね、やっぱり危機感を私は個人的に感じてます。今できることはない、何かないのかと。満室だからできることってあるだろうということでね、いろいろあの手この手と考えて、まず一つはね、顧客満足度を上げることかなと思うんです。入居されてる方が先日ね、換気扇の調子が悪いということで、取り付けますよということをお話しして、もう朝の6時しかちょっと時間は取れない、仕事の関係でね、その人、土日が仕事ですのでその時しか取れないんだということで、朝6時過ぎから取り付けに行きましたけど、結局そういうことだと思うんですね。やっぱり他と一緒のことをやってればね、他と同じだけの成果しか得ることはできない。やっぱりね、自分ができることっていうことはね、やっぱり真摯に考えてね、行動していかないと何事も結果がついてこないんだなっていうふうに改めて感じてね、気を引き締めているところです。話変わりましてね、私自身不動産会社、賃貸ドットコムの代表をさせていただいてるんですけど、それ以外にもね、プライベートの方で、私の母校でね、子供が通っている学校で PTA の会長をさせてもらってます。今ね、縁あってね、そういった役職といいますか、つかさせていただいてるんですけど、先日ね、PTA の発表会といいますかね、教育委員長なり、市民の方を呼んでね、PTA 活動の発表をさせていただきました。ゲストにね、ターザン山下さんという方が来られましてね、すごくやっぱりためになる話たくさん聞けました。そこで1点ね、すごく気になることがありましたんでね、補足でね、不動産とは直接関係ないんですけど、考え方として聞いてもらえたらなというふうに思います。当然私発表する側ですんでね、来賓ではなくね、主催者側なわけですよね。要は PTA のその要は会場をこちらから演出してる立場ですよね。その立場に立つとね、やっぱりその自身の行動が変わると言いますかね、考え方が変わると言いますか、私社長させてもらってますんで、今日はこんなラフな格好ですけど、
やっぱりその会社の代表として、まあ、PTA ですよ、その学校の代表としてね、その場で行くわけですよ。まあ、そこでのね、立ち振る舞い、まあ、会話とかね、まあ、相手を立てるであったりとかね、盛り上げるっていうのはね、当然自分自身が率先してやらないといけないというふうに、まあ、普段から癖づいてると言いますか、そうだと感じるんです。来場するとね、まあ一般のその、まあ、ゲストと言いますか、まあ、見に行く人、まあね、僕会場で寝てもそこでお菓子食べようが隣の人と話しようが別に関係ないと思ってるんですよ。まあ仮に自分が映画を見に行ったとしてね、その映画を見てる途中に寝ろうが何しようが僕は自分でお金を払ってるんで勝手だと思うんです。ところがね、主催者側の方の立場になって、まあ要はこちらが招いてる方の立場になるって考えると、決してその場でね寝たりとか、まあ勝手な行動というのは取れないですよね。そういったことがね、まあ今後のその人のね幅、要は考え方の幅になったりとか、その人の行動行いにつながっていくんだなっていうふうに感じるんです。今 SNS がすごく便利になってますんで、個人の発言が、個人の小さな発言が大きく取り上げられることってありますよね。昨今 PTA の活動に関してはね、いろんな意見があると思うんですよ。まあ不要なんじゃないかなっていう意見があったりとか、まあ他の行政に任せればいいんじゃないかな、いろいろあると思うんです。まあそのような発言があって、まあ僕は当然だと思うんですけど、実際中でやるのと発言するのとでは180度違うなと、僕自身も PTA の活動を行う前はね、正直どんな活動をするのかなって想像もできなかったので、まあ日頃ね仕事してますんで、むしろそれに手を取られるのがね煩わしいとすら感じてはいました、当初の頃はでも活動するにあたって、まあそれがひいてはね、まあ学校のためであったり子供のためであったり、まあひいては地域のためであったりするわけですよ。で振り返ってね、自分を考えてみると、自分が子供の頃は自分の親なり、まあ同級生の親なりね、周りの方がいろいろサポートしてくれてたはずです。 PTA 活動を通してね、そういったことを受けてる分をただお返ししている、そういった意味でね、僕はねこの活動を今させていただいてます。まあその考えっていうのはね、まあゆくゆくは自分の子供なり他の周りの地域の方に伝わっていけばいいんじゃないかなと、そういった伝統をね考えずに、ただやめればいいんじゃないか、ただ自分がその仕事をやりたくないとか、まあいろいろ理由があると思うんですよ。ただ昔も今もそういった理由っていうのはそれぞれあったと思いますんで、ただ今個人のね発言が大きくなる時代ですのでね、スマホとかでね発信でね、まあもう少し深く考えて、いろいろその立場に立てばね、いろいろ物事も変わってくるんじゃないかなというふうに考えます。ちょっと硬い話になりましたが、あえてね自分で全然わからない世界に飛び込んでみて、いろいろ体験するっていうのはね、改めてね大切なことだなっていうふうに考えました思いました。そういったことが日々のね仕事の活力につながったり、あ今までああいうふうに考えてたけど、全体的な、まあ、大きな目線、マクロの目線、まあ、広い目線でね見れるようになればね、行動も変わってくるんじゃないかなっていうふうに考えますね。まあ、今からね今日は まだちょっと朝早い時間なんですけど、まあね雑用といいますか、入居者からの要望というのはね、満室な今だからこそある程度やっぱりきっちり答えていかないといけないかなっていうふうに考えますんで、まあ今日はねこれぐらいでね動画の方を終えておきたいなというふうに思います。またね不動産物件また買い進めてます。今ね京都の河原町の方にね一部出資の方をさせていただいて、念願のね京都河原町、京都の中心だと僕は個人的に思ってますんで、そこの町屋をね今改築改装してね、収益の方をもっとね得れるように頑張っていってます。まあ価値観は人それぞれ、自分がやりたいこと、仕事、プライベート、いろいろあると思うんですけど、よりね明るい未来のためにね進んでいけたらなというふうに思いますんで、この動画が参考になれば幸いです。以上です。ありがとうございました。